やってまいりました。お私がここでいつも教えてもらってる先生でございます。どうお願いします。今日は何て呼んだらいいの。ビッグハニーです。ビッグハニー。ビッグハギー。ハニーじゃない。ハニーって違う。びっくりした。どんなそう、アレちゃんのいつも担当してる先生。ハニーちゃん。え、でもビッグハニーでいいやん。もうビッグハニーでいいよ。なんかそう、あたち水舐めたいみたいな。やめてそんなこと言わないでくださいね。今日はじゃあ先生何教えてくれるんですか。今日は、お尻のトレーニングをやります。お尻。お尻あんたの得意な。ほらもっと見せよ。書いたら。なんかさっきずっと書いてたやん。はい、そんなこんなんね。そんなこんなんの持っていき方がちょっととりあえずもう早くお尻やりたいやりたい。俺もお尻ちゃんとしてきた。俺一応でも結構ブラス結構お尻私よりちょっとでかくなってない。ちょっとどこ取ってんの。あんたシリコンとか入れてないよね。入れてないよ。最近すげえなんかあのなんかねあのクレヨンしんちゃんみたいじゃない。なんかちょっとやってブリブリって。ちょっとやって。いやそんなじゃない。どうやるのブリブリって。難しくない。ブリブリちゃうんだっけ。こんなんじゃないの。そしたらじゃあ1種目目のブルガリアンスカートやっていきます。はい。でポイントはちょっと広めのスタンスで取ります。うん。でこれなぜ広めかというと広い方がお尻の筋肉が働きやすくなるので広くしました。で狭いとちょっと前ももに入りやすくなるので、広めでいきましょう。で分かりやすいように大体のところにこれプレートとかで、目印を作ります。でつま先を、はい。基本的に力入れるのはここじゃなくてここってことなんですか。はい、今日はお尻の日なので。なるほど、ここなんですね。はい、お尻と、まあここはもも裏にも少し効きます。ハムです。ハムハムベーコンじゃん。ハムだよ。ベーコンはどこなの。ベーコンはベーコンここじゃん。ここだよ。ほら、ベーコン効かしていこう。わかんないけど。そう、はい。で手を組みます。それで手を組んで、体をしっかり、前に前傾させるのが大事ですね。前傾させる。で、ここから、お尻を下げたり上げたりするんですけども、ずっとこの角度でいきます。体の角度で、はい、前傾のまま。はい、1鳴らしたらあかんで。この2重心はややかかと側ですね。3かかと側降りた時にずっとこっち乗せとくように。はい。おお、どこに入ってんの、アレちゃん、今これ。おお、ここ。そこに入ってんの。もう一回、どこに入ってんの、そこ、さすってみ。ここ。もっとちゃんとさすってみ。うるせえ。さすって見せんとみんな分からへんやろ。9、10、あと5回。1、すごい、もう先生の手がプチュンと当たる感じ。はい。あれ、3、はい、これね。うん、楽しいでしょ。はい。いい、5、どこ行くの。 OK。 素晴らしいじゃない。どこが痛いの。どこが痛いの。ここちゃんともっとさすってみ。ここよかった。もういっぱいさすってよかったね、みんな。いやいやいや、みんないや、ここのこう後ろから見るこの傷すごかったよ。なんかちゃんと力も入ってて。いや、プーとか言わへんかなって心配してたの。プクってね、ちょっとプク。じゃあもう一個、じゃあ注意点。はい、はい、じゃあもう一回左足でやって。左足、左、はい、4、5、 OK。 今こっちの後ろ足に体重かけてやったんですけど、そうするとこっちの足じゃなくて、こっちの前ももがきつくなってます。あ、はい、ここもちょっと、あ、そうそう、ここも今はあの後ろにかけることによって膝の位置がちょっと後ろに行っちゃったんで、それでここが効いちゃってます。あ、じゃあ同じやり方でも体重をかける位置によって、ね、はい、あの全然人が違ってくる。そうそうそう。なるほど。で膝の位置とかも変わってくるんで、それで効きが全然変わってきます。じゃあ体重はかかとで持って前にかかって、こういう風に。でつま先上げる必要ないんですけれども、まあ、できるだけこの膝をこうやったり前に出したりとか、このかかとの上からこう外せるような動きはしないようにしたんです。動かさず、ずっとあんまり動かさない。先生がやったらどんな感じになるか見たい、見たい。待ってた、足が全然動いてない。ほんまや。3、どこ見てんのよ。4、やめるわ。これ
これやるときって回数的な問題はどんな感じですか？そうですね、大体10回から15回ぐらいこのやつやっていただいて、でそれでも簡単にできちゃうよっていう人は、まあ、両手にダンベルを持って、あ、重さ、はい、重さをつけかけてでやってるようにしてください。これ結構プロの方というか、なんかみんな他の種目でやってるイメージがあるんですか、こういうのやったりとか。そうですね、このブルーレンスアウトの利点としては、あの腰とかに負担がかからないんですよ、あんまり、はい、スクワットだとどうしてもその担ぐんで、確かに腰に負担がかかるんですけれども、これに関しては、腰に負担かけずにできますので、じゃあまあプロからアマまで、そうですね、全員誰でもやりやすい種目、はい、見える人でも体を傷つけることなく簡単に、そうですね、ないのかなって感じか、怪我をしにくい種目というか、あ、はい、すごい、素晴らしい、怪我はしにくい。もうね、先生がその棒を持ってたらもうね、もうね、やばい人よ、本当に。そんな棒持っちゃダメ。先生、棒持ったらダメです。気をつけてください。じゃあ、種目目は棒は持っていいの。棒持っていいの。そう、 棒の種類による。これはね、ちょっと大きすぎる。もうちょっとちっちゃい棒を持ってください。やめろや。ありがとうございます。いただきました、やめろや。じゃあ次は、そしたら2種目目はスティッフレッグドデッドリフトというものを、スティッフレッグドスティッフスティッフレッグドデッドリフト、スティッフレッグドデッドリフト、リフトスティック合わせ絶対言えなくない、スティッフレッグドデッドリフト、デッドリフト、スティッフレッグドデッドリフト、お、出た、よし、それもう一回言って、5回言う、スティッフレッグドデッドリフト、スティッフレッグ、もういいです、あっ、で、ごめんなさい、思ってるから、謝っとかんと、その種目を種目をその種目を、片足でやります。どんな、どこに行くやつ、先生もすぐまたそうやって片足でやろうとする、片足、ね、で、片足でやることのメリットとしては、重心が普段はこう2本足でやるんですけれども、重心が全部片足にかかります。そうすることによって負荷が強くなるのと、あと、片足で立つことによって、バランスを取るので、より多くの筋肉が使われますので、はい、それで重心は、しっかりかかととこっちの、左のお尻に乗せます。かかとで、さっきのブルガリアンスクワットはこういうふうに膝を、曲げたんですけれども、今回は曲げずに背筋をしっかり伸ばして、骨盤をグッと前傾させていきます。前傾させる、で、ここのももの裏が突っ張ったらまた元に戻れます。これを背中でやるんではなくて、しっかり骨盤の前傾とまたこの元に戻る動作でやります。プルプル震えてます。お尻がプル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 ミートゼリー、ね、ミートゼリーって言ったらさ、すげえ弾力がないケツみたいになるから、あ、ほんまごめん、ミートゼリーやと思うて庭見て、すごいさすってさすって、どこか効いてんの、一緒やないか、さっきと。え、どういうこと、ちょっと下の方も行くってこと、前回よりも。これもなんか引っ張られる感じだよね。全体的に引っ張られてる感じですね。これは筋肉をこう引っ張って、みたいな。わかる、まあ、カメラで向かって説明した。引っ張るんですよ。引っ張るの、どっちかというと、こうやって、この起きる時よりも、このぐーっとこう下げていく時に筋肉が破壊されるって感じです。うん、で、まあ、ダメな例は、こう下に行くときにこの骨盤のこの前傾に行ってほしいんですけれども、骨盤が前傾せずにこの腰が丸くなってこう行くと、なんでダメなんですか、で、この骨盤が支点でこう動いてほしいので、腰が支点で動いちゃう、そうすると、狙った部位じゃなくて腰が痛くなってしまうんですね。普通に腰痛の原因になっちゃうので、あとはこう起きた時にこう反りすぎない、反りすぎるのも腰痛の原因なので、しっかり背中はまっすぐの状態で、
まっすぐ状態でしょ、ここ。そうそう。骨盤だけぐるっと前して。で、これは仕組み的にはここの筋肉が伸ばされる。ここのした時にこのお尻の筋肉がぎゅっと伸ばされるので、それで負荷がかかって、きつくなるという原理です。頑張ったんじゃない？痛っ。お疲れ様。痛っ。あ、疲れたな、もう。お前じゃねえだ。私がずっとやってんだよ。疲れた。私がもう足プルプルだわ。プル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 。はい、どうやった？もうすごいなんか効いてる。やっぱさ、最後のやってた種目ですよね。スティフレッグドデッドリフト。スティフルララララが、すごいなんか見た目、私も最初初めて見たときは、うん、なんてしょぼいやつ、そんな絶対効き目ないやろと思ってたけど、うん、まあ効くからね、あれは。しかも私はあれのおかげでセライトがなくなったんですよ。セライトがなくなった？どこのセライト？ここら辺。そんな見せんでんの、いちいち。そこにセライトあったん？いや、ここら辺ですよね、セライトって。だいたいおけつのちょっと下ら辺にくぼみみたいなのができたりするの。誰でもあるのよ。女の人ってなんかな、足イボイボみたいになってるもんな。イボイボってか、それがセルライトや。セルライトみたいになってるもんな。それがセルライトや。あ、そっか。それがなくなった。おめでとう。やっぱ、でもあれちゃん、どうやってみて、今前ももってパンパンなってる？前もも、いや、結構後ろがね、前ももって多分効いてないはず。ほとんど後ろしか効いてないはずだから。やっぱり前ももをつけたくない女の人っていますもんね。なんかちょっとシュートここはしときたいみたいな、そういう人ほど向いてる。その余計、普通のスクワットとかやったら前も後ろも効くと思うけど、前も効いてまうから、だからそういうのでちょっと足太くなるの嫌なのよねとかっていう人は、逆にこういうの取り入れてみた方がいいんですね。まあでも大体そんなことを言う女は、その前にもっとね、食事もちゃんとして、痩せなさいっていうところから始まることが多いわ。スクワットをやったら足が太くなるから嫌だとか言ってるような、甘えたことを言ってるようではダメ。言ってんじゃねえよと。うん、甘えてる、甘えてる。とりあえずピラスキーズが今通っているのは池袋店ビヨンドジムと錦糸町店ビヨンドジムでございます。池袋はブラちゃんが通っていて、錦糸町はアリちゃんが通っています。で、ピロシキーズを見たと言ったら何かいいことがあるかもしれない。ほら、先生いいこと。とりあえずもう概要欄にいいことがあります。いいことがあるみたいです。いいこと、もしかしたらチューをしてもらえるかもしれないし、あら、もしかしたら割引があるかもしれないし、まあここはね、カットしていただければと思いますが、興味のある方はぜひ概要欄を見てみてください。そしてピロシキーズとともに頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました、先生。ありがとうございました。